目撃者は、1964年11月27日に TBS 系列、近鉄金曜劇場にて放送された単発のテレビドラマ。制作は RKB 毎日放送。実際に、大分県姫島村で起きた、姫島村臨時殺人事件を題材に創作されたドラマである。脚本は、安倍工房、演出は、久野公平、プロデュースは、 竹恵子が務め、内藤武俊氏の主演で放送された。昭和39年度芸術祭奨励賞、受賞作品。ドラマ本編の映像は保存されており、横浜市の放送ライブラリーにて無料で、閲覧することができる。脚本テキストは、1965年、雑誌、新日本文学1月号に掲載。同年、雑誌、 テレビドラマ5月号と1969年雑誌シナリオ8月号にも再掲載された。撮影はオールフィルムロケで行われた。1971年に未室の恋として儀曲化もされ、同年9月10日より劇団俳優座によって上演された。菊島で島中で爪は直期の役ザ者江口隆夫が撲殺された事件があった。 殺された江口多漢は、港の工事の関係で7年前に島に現れ、そのまま住みつき、氷屋やカフェへ、パチンコ屋を経営していた。江口は、刃物で島民を脅して、パチンコを無理やりやらせたり、自分の家の洗濯物を洗わせたり、乱暴狼関を働いていた。江口は島民たちに殺されたのだった。その事件を、テレビ映画にするために、 村の島民の協力で撮影が行われていた。登場人物は死んだ男以外は、すべてそのまま島民がやるという趣向で、残りのシーンもあと二つだけだった。だが、事件前に、江口が公民館に殴り込んできた時の場面を現場検証通りに再現すると、灰かぐらの上がった火鉢の鉄瓶は、お湯でなければならないが、供述書では、鉄、瓶の水をかけられたとなっていて、辻褄が合わない。 青年の一人が、あれは、酒じゃったかもしらんなというが、リーダー的な青年は堅くなに、水だと言い張った。演出家は、とりあえずできているフィルムを島民に見てもらおうと、公民館で、試写会を開いた。しかし意見を求めても、島民の反応は薄く、自分たちが行った行為に対して確信がないような、逃げ腰の雰囲気だった。味方になろうとしているのに何かを警戒している。 様子だった。演出家は、江口の妻へ取材に行った。バー、キューピーをやっていた妻は、店の売却先が決まって、島に遠慮がいらなくなったため、法廷では言えなかったことを語り出した。妻は、自分たちが、島民からよそ者扱い、泥棒扱いされていたと訴え、江口が働いたひどい乱暴も、パチンコと洗濯物の2件しかないと言った。事件の前の夜も、 友達が欲しかった江口は、公民館の宿直の者たちに酒を勧めに行ったのだと言う。7年間もよそ者扱いされ続けていたら、寂しがり屋の夫が乱暴者になるのは当たり前だと、妻は開き直った。演出家が少しナレーションを江口用語に変えながら、島民が武器の滝着を持って江口を襲撃に行くシーンを撮影していると、突然、島民たちが、 撮影班の方向に向きを変えて押し寄せてきた。他演出の区の公平は、目撃者が放送された、翌年の1965年に、本作の元となった、姫島村臨地殺人事件について、以下のように語っている。昨年初夏、僕は、九州東海岸の小島市島を循環する島、唯一の舗装道路を歩いていた。3年前、 この島で生産な集団暴行事件、障害致死事件が起こった。島に渡ってきて8年間、島民たちに様々な乱暴を働いていた温泉町のグレンタイアガリの兄弟が、人へ突然、それまで延任していた島民たちから殴り込まれて、斬殺されたという事件である。当時、H 島の西部劇などという見出しで、新聞や週刊誌を騒がせた事件だった。 久の公平、目撃者についての打足そしてドラマ制作までの経緯について僕らはこの事件を素材にしてドラマを作ることができると思った。ところが取材は行き詰まったのである。島ではその事件について一種の観光例が敷かれていた。島の人たちの白い目に耐えきれなくなって僕らは退散することに決めた。僕は脚本を書いてくださる安倍さんに ありのままの手紙を書いたと述べている。ありがとうございます。